はいどうも、ワンドカフェ Y 店主の山口です。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、こちらも久しぶりのフルーツカクテル、今が旬の桃ですね。そしてこちらと紅茶アールグレイティーですね。こちらを使ったカクテル作ってみました。こちらになります。まあ、桃とアールグレイの組み合わせってここ最近だと定番というかですね、ドリンクだったりとか、あとデザートなんかでも非常に人気のある組み合わせとなってますけども、今回はそちらをカクテルに落とし込んでみました。というわけで早速いただいていきたいと思います。お疲れ様です。紅茶の香りと、あと桃とですね、ブランデーの香りも結構ふわっと入ってきます。これはもう間違いないって言うんですね。非常に美味しいです。香りはですね、ブランデーのブドウの芳醇な香りと、あと桃の香りで、ベルガモットですね、アールグレイに使われている柑橘の香りがこう口の中を広がっていて、で味わいでいうと今回甘みをそこまで加えてないので、非常にさっぱりとした感じで、今の季節にもぴったりなんじゃないかなと思います。まあ暑いんでですね、これフローズンにしても美味しいかもしれないですね。今回使ったアールグレイですね、まあ、デザートだったりとかドリンクなんかでも結構使われること多いんですけど、まあ、そもそもですね、皆さん知ってるとは思うんですけども、アールグレイってダージリンとかアッサムとかですね、ああいう、紅茶の茶葉の名前ではなくて、まあ茶葉にですね、ベルガモットっていう柑橘の香りをつけた、いわゆるフレーバーティーの一種になるんですね。で今回メインでは紹介したかったのが使ってるアールグレイなんですけども、まあ、こちらですね、無農薬のアールグレイって言ったんですけど、これ国産なんですよ。でしかもですね、見えるかな、なんとですね、嬉野で作られている、国産のアールグレイ紅茶になります。国産の無農薬のアールグレイって結構珍しいらしくて、まあ、ちなみにこれ作ってるの僕の後輩なんですけど、たまたまこの前お店に来た時ですね、こういうの作ってますよっていうのを教えてもらって、で、まあ、よかったらですね、ちょっと使ってみませんかっていうので一口いただきまして、で今回水出しで抽出してみたんですけども、まあ、香りも非常に良くてですね、もちろん味も美味しいですし、そのまま飲んでもいいですし、こういうアレンジとして、まあ、カクテルだったり、あのモクテル、ノンアルコールカクテルに落とし込んでもいいですし、まあ、なんだったらこれ茶葉をですね、うちで、まあ、煎茶ジとかほうじ茶ウイスキーとか作ってるみたいに、茶葉を、まあ、ブランデーとかジンとか、まあ、何でもいいんですけど、お酒に漬け込んで使うのも面白いんじゃないかなと思って、これですね、ちょっと、まあ、さっきも言ったみたいにアールグレイ結構アレンジの幅がしやすいので、いろいろとですね使えそうなんで、まあ、今後定期的に仕入れてみようかなと思ってます。今回はこれを紹介したかったんで、ちょうど今相性のいい桃があったんで、こちら組み合わせて作ってみましたけど、これもちろん桃以外のフルーツでもアールグレイとですね合わせても非常に美味しいですし、でお酒加えなくとも、他のフルーツとアールグレイとで、まあ、フルーツティーみたいな感じで作っても美味しいと思いますので、まあ、自宅で作るのもいいですし、お店に来ていただいたらですね、またいろんなアレンジの仕方で、まあ、カクテルにするなりモクテルでお作りすることもできますので、ぜひですねご注文の方をお待ちしております。ではまた次回何か作っていこうと思います。もしよろしければチャンネル登録、あとグッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。いやさか。